ツルアリ同士は、アカネカツルアリ同士族の地面を這う、常緑ツル製の多年層。和名は、葉や花などがあり同士に似ていることに由来する。常緑製の多年層。茎はその断面が円形で、無毛。長さは10から40センチメートルになるが、完全に葉をかたれ、地表を離れて、上向きに伸びることは、まずない。茎の節からは根を出す。葉は耐性し、 ごく小さな卓洋がある。葉は、卵形で、長さ零点八から一点五センチメートル、幅は0 2四から一点二センチメートル、長さ二から五ミリメートルの葉平がある。葉芯は、新緑で、艶があり、厚くて、毛がなく、卵形で、先端は短く尖り、基部は丸い。また、変縁は、やや波打っている。異形化中性の皮脂植物。夏季は6から7月で、 枝先に長さ5ト、mm、ルほどの家計を出し、その先に花をつける。花は必ず2個付き、それぞれの花の基部にある脂肪は互いに合着している。果敢は白色で、ロード状になって、長さ1 0ト、mm、ル、先端は4列し、列片は大きく開いて、計8ト、mm、ル。列片の内側には毛がある。おすしべは4個あり、果敢内側から出て、 開いた部分の役が除く。果実はこなすと赤くなり、丸くて、計8ミリメートル。果実は合着した2つの脂肪がまとまった形で、膨らんだもので、左右2個の花の額の跡が表面に残る。和名は、葉の形やつき方、花や紙など、様々な特徴があり同士に似て、鶴生であることによる。種小名の、うんずらたは、葉状のを意味する。 日本と朝鮮南部に分布する。日本では北海道から九州にかけて分布し、山地から高山帯にかけて、やや湿った林園などに生育する。山林地において臨床を覆い、時に岩から垂れ下がる。薄暗い木陰に生えるもので、この種を見かけると、そのあたりが日当たりが悪いと判断できる。地上、特にしばしば苔の上を這う。また、 株によって家中が長く突き出るものと家中が短くてお寿司部が長く出るものとの二型がある。日本ではサ山ソウとして苗が市販されている。エムラ・ポーン、ズハン・メアリー・ボー・ウォルコット・ツルアリ同士族にはツルアリ同士の他にもう一種あり、ルービアッチ・ラ・ポーン・エルが北、アメリカに分布する。この種は本種と極めて近いもので、牧野富太郎は同一種苗の別足としていた。 アリ同うし族は、見かけが似ているだけで、直接的な類縁は、近くない。コケサンゴ族ナーテラは禁縁で、コケサンゴエヌグロナデンシスは、鉢植えなどで干渉される。ありがとうございます。